監督としては0点。俺には分かんない。現役時代は三冠王を3度獲得するという史上唯一の偉業を成し遂げ、中日ドラゴンズで監督を務めた時には就任した全てのシーズンで A クラス入りした名将でもある落合博満さん。そんな落合さんが現在阪神タイガースで監督を務めている矢野明弘監督に対し、監督としては0点と厳しいコメントを出しました。落合博満と矢野明弘、落合さんについては当チャンネルの別の動画でも詳しくご紹介しているので、そちらをご覧ください。一方の矢野明弘さんは東北福祉大学からドラフト2位で中日ドラゴンズに入団します。1997年にトレードで阪神に移籍、阪神では不動の扇の要になり、8番の藤本敦史さんと共に恐怖の下位打線を形成。2018年からは阪神の2軍監督を務め、2019年から1軍監督を務めています。矢野監督の能力、中日ドラゴンズで監督を務めたこともある落合博満さんが、2019年のクライマックスシリーズファイナルステージへ進出した阪神の矢野明弘監督について0点ですよと言い切りました。この年はシーズン最終戦で広島カープを抜き去り3位でフィニッシュ。横浜 DeNA とのクライマックスシリーズファーストステージも勝ち上がり、リーグ制覇した巨人とのファイナルステージへ臨みました。しかし落合さんによると、そんな矢野監督の手腕は0点なのだそうです。優勝以外は0点ですよとのこと。ただ一方で、日本シリーズに出て日本一になる可能性を残したということを考えれば100点とも評価しました。さらにこの年、4番定着を期待されながらもスタメン落ちを経験した大山雄介選手について、全ては福留と糸井ですよと両ベテランに原因を求めました。落合さんによれば、彼らがサポートしなきゃいけないものがシーズン通してあの2人が働けなかった、だから4番に比重が来たと分析しました。その後の4番については、俺だったら大山を使うと即答し、跳ね返すものが彼にあるかどうか、それを試せるいい1年になるんじゃないかと思うよと今後の飛躍を期待するコメントもしていました。シーズン前の退任表明、2022年2月1日のキャンプイン前日という時に、矢野監督が突然この年限りで監督を退任することを発表。シーズン前、それもキャンプイン前日という時期での発表という前代未聞の事態についても、落合さんはコメントを寄せています。理解できる部分はあるかという質問に、一切ないと断言しました。辞める人のために誰がやる、プラスアルファとリスクとどっちが多いかといえばリスクの方が多いと思う。矢野がどういう気持ちで言ったかはわからないけど、どうせ言うんだったらシーズン終わってからの方が潔いと思うけどね。落合さんは選手の心境をおもんぱかりました。チームの気持ちが一つになってこそ優勝に向かうことができます。指摘するリスクとは、選手の気持ちの方向性がバラバラになるということです。矢野に見出されてレギュラーになってゲームに出ている人間は、じゃあ矢野が辞めるんだったらもうなんとか優秀の美を飾らせてやろうとかって必死にやるかもしれないとしながらも、冷や飯食ってる連中はどうせ次誰か来るんだろうってそっちの方が多いと思うと言います。真意は矢野監督のみぞ知ることです。しかし少なくとも就任した全ての年で A クラス入りするという偉業を成し遂げた落合さんには理解できなかったようです。なぜあのタイミングでっていうのがね、本人が散々苦労して導き出した答えなんだろうけども、俺にはわかんないと発言しました。そんな中で始まった2022年シーズンですが、阪神はヤクルトとの開幕戦で4回までに8点を奪い8対1とリードしたものの、中継ぎ投手が打ち込まれて7点のリードを守りきれずに逆転負け。開幕戦で最大7点リードからの逆転負けというのは40年ぶり2度目の出来事で、セリーグでは史上初めてのことでした。その後セリーグワーストとなる開幕9連敗を喫し、さらに4月9日の広島戦でセリーグ史上初の開幕13試合で両リーグ最速の負け越し10となり、1995年の22試合を超えて球団史上最速となりました。不運はさらに続きました。開幕投手だった藤浪晋太郎投手などがウイルスに感染、
濃厚接触の疑いがかけられた馬場康介投手と山本康弘選手も出場選手登録を抹消されました。開幕からなかなか勝ち星を挙げられず、選手の戦線離脱も出てきた中、13日の中日戦もサヨナラ負けを喫し、1952年のフランチャイズ制以降では1972年と1990年に記録した5カードを抜く、開幕から6カード連続勝ち越しなしという球団ワースト記録を更新。その時点で1勝14敗1分けで勝率が6分7厘と、プロ野球史上初の勝率6分台という珍事となっただけではなく、翌日も敗れたことで勝率は6分3厘に低下したばかりか、1979年の西武を抜いて開幕17試合で1勝というプロ野球史上ワースト記録を樹立してしまいました。矢野監督のシーズン直前の退任発表という異例のスタートで始まったタイガースの2022年、しかし開幕の不振ぶりからこの退任発表が悪い影響を与えているのではないかという声も少なくありません。その後15日と16日の巨人戦に勝利したことでようやくこの年初めての連勝となりましたが、依然としてセリーグ最下位であることに変わりありません。ここからの巻き返しに期待したいところですね。いかがでしたか？優勝できなかったら監督としての評価は0点という落合博満さんの発言には深く考えさせられました。確かにプロ野球は勝ったからこそ評価される。結果が全ての厳しい世界です。そしてその世界で戦ってきた落合さんだからこそこのような発言が出たのだと思います。落合さんに厳しい評価を下された阪神の矢野明弘監督、キャンプイン直前に退任発表するという異例の行動を取りましたが、2022年シーズンは4月18日時点で様々なワースト記録を塗り替え、セリーグ最下位と不本意な開幕ダッシュとなってしまいました。世間からはあの退任発表がチームの成績不振の原因なのではないかという声も上がっており、矢野監督に厳しい評価を下した落合さんも矢野監督の退任発表のタイミングについては否定的な見解を示しました。苦しい状況の阪神ですが、なんとかここからの巻き返しを図ってほしいですね。